はい、こんにちは、この早のオッチです。今回もスモールビジネスの現場からお届けしていきます。今回はですね、Google Keep という、メモとか To-Do 管理にすごい便利なアプリを紹介したいと思います。メモアプリね、何をお使いでしょうか。いろいろ人によってね、使ってるもの様々だし、いろんなものがね、こう世の中に出ていますけれども、個人的には結構 Google Keep っていうのは、普段のちょっとした備忘録とかメモに便利だったりするんですよ。あとチェックリストなんかも作れたり、色分けなんかもこう簡単に直感的に Google のサービスなんでできたりするので、結構ね、普段スマホに入れておくと、パパッと Google Keep にキープしとこうみたいな、メモをキープしとこうみたいなノリで、ちゃちゃっとメモしたりだとか、リンク貼り付けたりだとか、画像を貼り付けたりとかできるんですよね。で知っておくと普段のアイディアとかも漏れちゃうみたいなことなくなると思いますので、メモアプリとかタスクの管理どうしようかなって迷っているのであれば、ぜひ Keep、Google Keep 取り入れてみてください。では早速使い方をね見ていきましょう。はい、ではいつものようにやっていきましょう。ぜひね真似してやってみてくださいね。今回 Google Keep を紹介するんですけど、まず Google Keep どうやって入れるかっていうと、Google を使ってる、ブラウザでね、普通に Google Chrome とか使ってると、アプリですね、Google のアプリっていうボタンがどっかしらにあると思うんですけど、そこにおそらくあると思います。Google Keep っていうものがね。ない場合は Google Keep って検索していただいて、たどり着いていただくか、あとはスマホでもアプリがあります。Google Keep のアプリがありますんで、基本こういうスマホのアプリか、この Chrome のアプリで使っていただくのが使い勝手はいいかなというふうに思いますね。はい、そういうふうにたどり着いてみてください。この黄色の Google Keep っていうのがありますね。こちらをクリックしましょう。これアプリが開いている状態です。アプリが開きます。はい、これ実際僕が現場の方で使ってる一部のね、この Google Keep のシートなんですけれども、基本こんな感じで使っています。これ色分けとかもできて、もうこうなんでしょうね、パネル形式というかね、一覧こうタイルみたいにこう貼られるんで、すごい管理がしやすいんですよね。で使い方は、さすが Google のサービスなので簡単で、メモのタイトルですね。例えば、備忘録とか入力して、なんかテキストをこういうふうに入力していただいて、終わりですね。基本終わり。どっかでクリックしていただくとこういうふうに反映されるんですけど、備忘録テキストというね、こういうふうにどんどん配置されます。で、この3点ですね。この3つの点をクリックしていて、メモ削除からこう消せると。みたいな感じですね。これ使い方としてはですね、タスク、こういうふうにチェックリスト化してこういうふうにできるんですよね。ちょっと戻しますけど、こういうふうに終わったやつはじゃあ終わった、今日は終わったというふうに、3日以内のタスクって一応僕の中で個人的に作ってるものなんですけど、このね、ツイートしましょうと、ミーティングに行っての決定しましょう、これ終わったねっていうふうにチェックマークをしていくと終わるということです。で、これどういうふうに使うかっていう、作るかっていうと、ここから、こっちかな、このチェックリストマークがありますよね。新しいリストってところがあると思うんで、これをクリックしてください。でそうすると、3日以内のタスクなんで、今日のタスクとか今回はやって、今日のタスクってタイトルをつけていただいて、ここから、例えばブログとか、どんどんね、追加します。メルマガとかね、ステップメールとかね、なんか FB 投稿とかね、こういうふうにします。それはどっかでこの辺でクリックしてあげると、こういうふうに今日のタスクが表示されますよと。これと一緒の要領ですね。で、ここでチェックしていくと終わったみたいな感じでできますと。はい。こういうふうに、まずはこういうタスク関連のチェックリストはこういうふうに作ります。簡単ですよね。で、一応ね、この共同編集者みたいなところ、この人マーク、人物マークのアイコンが、ちょっと待ってくださいね。人物マークのアイコンがあると思うんですけど、これをクリックすると、例えばメールアドレスを入れると、その人とシェアして共同ができるんで、これも便利です。他の Google のドキュメントとかスプレッドシートと同じ要領ですね。メアドを入力すると共同でこの Keep を編集できるということですね。はい。あとは、この辺の色の変更ってやつですね。タスクの色の変更。またタスクのこのカードみたいなものの色の変更ができますよってことで、例えば紫みたいな感じでやるとこういうふうにできますね。この辺黄色とかピンクとか水色とかやってますけれども、そういうふうな感じで色を変更してます。書籍メモとか、ネタとか、こういうものはピンクと黄色で僕自身は分けてたりするんですね。タスクに色は普段つけてないので、これは白に戻しちゃいますけどもね。はい、あとは画像の追加なんかもこうね、いろいろできるんで、画像も、ここから追加するとここに画像が配置されるよ、みたいな感じですかね。あとはアーカイブっていうのがあるので、Gmail とかと一緒ですね。この Gmail をこうパチッてやると、これに消えますよ、っていうことですね。元に戻しますけどね。アーカイブもできると。でこれはチェックリストのやり方と、この辺の周辺のボタンのいじり方ですね。この辺からやるとメモ、3点ね、押すと、メモの削除とかラベルの追加とか、こういうところ、コピーを作成なんかもこういうふうにできますよと。同じものがコピーされるみたいな感じですね。はい。メモの削除から消しちゃうみたいな。こういうふうな、直感的な操作ですよね。
ここからもまあ選んでみてくださいということですね。うん、あとはリマインダーの追加編集とかですね、リマインダーもこういうふうに設定できます。例えば期限付きのものとかっていうものがある場合は、こういうふうにね、やってあげると、おそらく通知が来ると。この辺もやってあげるのいいのかなと思いますけれども。うん、そしたら、あとはチェックリスト作ったので、一回この今日のタスクは消しちゃいますね。あとは普通にこういう風な、メモですかね、備忘録とか、このチェックリストじゃなくて、普通の備忘録として、としてだったら、まあ、タイトルを入れて、例えば何でしょうね。何でしょう。お客さんの声を集めることは大切みたいな感じ。例えばね、こういうことを、なんか学んだことを備忘録すると。メモがちょっと違いましたね。はい、こんな感じ。集めることが大切みたいな感じでやって、まあ、あとは、なんか骨やらだって書いていって、まあ、ここで閉じるでも、この辺で押し通すと、備忘録がありますんで、まあ、備忘録とか僕よくやってるのはこういう文面でメモをするのもそうなんですけど、なんかリンクとかをこう貼り付けておくとかのもできるんで、まあ、同じようなね、要領でテキストと一緒にリンクをね、貼っておくと、まあ、後でね、こういう風にリンクがこう出てくるんで参照しやすい。これなんか au の iPhone、スマホ、なんかね、格安 SIM のネタが、まあいいなと思ったんで、これでリンクを貼っておくと、これリンクを開くみたいな感じでページに飛べますと。なので、リンクとかもこの中に入れといてあげると、テキストだけじゃなくて、後で参照しやすいですよね。うん。っていうような備忘録の使い方かな。あとは色変更とか、こんな感じですね。基本的に、まあ、使い方は様々で、全然プライベート目的でも使ってもいいし、仕事目的で使っててもいいんですけど、まあそうですね、トゥードゥアプリに使ってもよし、メモアプリに使ってもよし、だと思いますんで、1個入れておくと、使い方幅広いんで、便利にね、スマホでもパソコンでも便利に使いこなせるんじゃないかなと思います。その他、トゥードゥアプリとかね、まあ、タスクアプリとか、iPhone の純正メモとかね、メモアプリとかたくさんありますけど、結構僕自身は、この Google Keep 使って、チェックリストっていうのを作ったり、備忘録っていうことで、リンクとかテキストを保存しておいたりっていうふうに使ってます。で、なんでしょうね、使い方のポイントとしては、基本的にずっと置いとく系のメモ、とかではないかなっていう感じですかね。ずっと保存しておくのは、例えば iPhone の純正メモだったり、Evernote だったりするんですけど、本当に瞬時的な、瞬間的な備忘録メモとか、こういうネタとか、こういうものを思いついたらポンポン入れていくってところで言うと、この Google Keep がいいのかなと。で、ここの、まあ、ポンポンね、ブレスト的に出したものを、例えば Evernote とか、純正メモアプリとか、あるいは Google ドキュメントとかに、ペット貼っとくっていうやり方とかをね、前とか、まあ今もしてますかね。うん。基本的にそれが僕の中ではスタンダードでずっと前からやってることなので、まあ、そういうやり方がいいのかなと思いますね。まあ、いずれにせよこういうカテゴリー分けを最低限ね、しておいて、瞬時にメモパパッとね、メモできちゃうっていうね、アプリとしてはすごい優れてると思いますんで、やってみてください。あとはこのチェックリストとか、この辺の描画とかね、こういうのとかできますんでね、ペンタブレットとか持ってる人は、これもいいのかなと思いますし、画像でね、画像付きでメモしたりとか、ここから画像貼り付けるなんかもするのがいいかというふうに思います。まあ、いずれにせよね、メモアプリとしては優秀だと思いますので、使ってみてください。はい、いかがでしたでしょうか。まあ、思いついたアイディアというのはですね、宝物ですよね。なんで、まあ、思いついて頭の中に置いておいて自然消滅しちゃうんじゃなくて Google Keep でとりあえずキープをねさせておくっていうのがねポイントかなというふうに思います。で個人的にはチェックリストなんかで一つ一つ潰していくっていうような使い方とか、あとはテキストとあとリンクですよね、 URL も一緒にパッとねタイルのところに設置して、後でこういうのあったなって言って正式なメモアプリとか書類に落とし込むってことをね普段やっています。なんで使い方とか切り口何でも構いませんけれども、思いついたものをなくしちゃうっていうのはね避けてほしいので、ぜひ置き場所としてね一つ活用してみてくださいということで、今回の内容は以上になります。ちょっとでもね面白かったと思っていただけるんであればですね、いいねボタンとかチャンネル登録の方よろしくお願いします。これからもスモールビジネスの現場からですね、こういった情報をね、お届けしていきますので、楽しみにしていてください。ではまた次の動画でお会いしましょう。さようなら。